ルーシャ君、何やってるんだよ。ようこさん、怖いよ。早く逃げようよ。もう行くしなし。泣くんじゃないよ。ほら、顔拭きなさい。ティアノートヨーコ。シーラ様、私はかつてあなたのお父上に聞かされたことがあります。いかなるものをも滅ぼす伝説のウィザードが この国のイズコカに封じ込められていると。誠ですか、ヨーコ殿。ならば今こそその力を解き放つ時。ヨーコ殿、ヨーコ殿。巨人族だ。何やれ、やっちゃー。見てろ、しじゃー。ヨーコ、今からお前に 秘密の呪文を授ける。この呪文を唱えることにより、ルーシェの中に封じ込められている第二の人格が目覚める。転生した古の魔法使い、ダークシュナイダーだ。ダークシュナイダー。ヨーコさん、怖いよ。封印が解かれ、再び目覚めたなら、奴はその強力な魔力で必ずや敵を打ち破るだろう。そして 封印を解く、この呪文に効力を与えるためには、最愛なる美の女神、イーノマータの名において封印を退け。清らかな処女の接吻が必要だ。ルーシェの中に封じ込められている第二の人格が目覚める。転生した古の魔法使い、ダークシュナイダーだ。 ついに蘇ったぞ。何の手品か知らないが、とりあえず死んでおけ。オーガー、うるせえ。ダメだ。かかれ。スキスラスシュメガメガで。 見つけたぞ。いくぞ、ジオ。こら、ルーシェ。そんなことは僕が許さないぞ。なんてことするんだい、君は。僕の言うこと聞けないのか。やだね、今度こそ。そうなんとも助けるかよ。冗談じゃないぜ。なんだと。なんだよ、ヨーコさん、また暴力で俺に言うこと聞かせるつもりかよ。 言っとくかな、そんな手はもう二度と俺に通用しないぜ。<笑>僕は<笑>君はそんな風にしつけた覚えはないぞ。ごめん。だからその手は俺に通用しないぞ。そいつは俺の仇なんだよ。絶対に生かしておけないんだ。ザーサードスクローのローのスーク、 我が剣となりて敵を滅ぼせ。ベロン、神様。やった、やったぞ。この方がイニシエのウィザード、ダークシュナイダー。ダークシュナイダーとルーシュ連盟は 同じ人物の魂が二つの形質と性格を持っているだけで、ルーシェが愛するものは俺も愛している。何？まさか、何？ちょいーん。あれ？ヨーコさん、